ございます、臼杵ゆかです。先日新潟県長岡市栃尾にある道の駅ルート290栃尾というところに行ってきました。栃尾と言いますと有名なのが栃尾の油揚げです。大きさがこのくらいかな。で、厚みも 3,4 センチあるとっても大きな油揚げです。街中にはその栃尾の油揚げのお店がたくさんあるんですが、道の駅でも揚げたてが販売されています。揚げたて格別なんですよね。油揚げの上にはネギを乗せたり、鰹節を乗せたり、キムチを乗せたりで、お醤油かけて食べるんですけど、揚げたてだともうサックサクなんですよ。で、その道の駅の中で栃尾の油揚げのちょっと変わった商品置いてあったので買ってきました。それがこちらです。油揚げニシン。このフォント怖いな。なんで油揚げの上にニシン乗せちゃったかなっていう。まあ、あの栃尾の道の駅の駅長さんにお話を聞いたら、地元ではそもそも栃尾の大きな油揚げは焼いて食べるというよりは昔から煮て、こう煮物なんかに入れて食べていたそうなんですね。で、これもちょっとこう煮てあるような油揚げなんですよ。でもなんでニシンなんだろうな。まあ、ニシンそばとかもあるじゃないですか。でも油揚げの上に乗せてっていうのがちょっと想像つかないので、今日はこの油揚げニシン食べます。レッツ油揚げ。電子レンジでチンをして食べやすいように切ってきました。油揚げニシンです。香りは醤油の煮物の香りですね。ちょっとこう甘じょっぱいような香りがします。それではいただきます。油揚げにしっかり染み込んで、でニシンの旨味も相まって美味しい。ニシンだけ、ほろほろっとしてて美味しい。最初あの油揚げとニシンで結構こう喧嘩するんじゃないかななんて思ったんですけど、もう味が本当に美味しくて、ニシンの旨味と油揚げの旨味が合致してるんですよね。で、これだけでもうおかずです。いいおかず。なんかあのもうここに煮物で芋とか入れなくていい、このままで美味しいです。ご飯も合うし、日本酒やビールも合うと思います。え、これ美味しいな。ニシンの骨も気にならないですね。あー美味しいな。これやっぱこう油揚げの旨味のジュワーっていう感じと、ニシンの身のホロホロっていう感じが食感としてもいいんですよね。疑ってすいませんでした。美味しい油揚げでした。ちょっとこのニシンの油揚げ本当に美味しいんで、このままだと一人でペロリと食べてしまいそうなんですが、もう家族に食べさせたいので、このままお夕飯に出したいと思います。あの、冷蔵コーナーで販売されていたので、ぜひ気になる方は、ニシンの油揚げ購入して食べてみてください。食べてみる価値ありますよ。驚きました。水がきれいなので、とちおはお米も美味しいんですよ。お米も美味しいということは、日本酒も美味しい。
日本酒もあって、お米もあって、油揚げもあって、この油揚げニシンも美味しい。ぜひ栃尾に遊びに来てください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。これからも新潟の面白いもの、そして新潟のちょっと変わったものを紹介していけたらなと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。